はい、山本太郎さんから学んだことのパート2でございます。で、今回山本太郎さんが直接言ったわけではないんだけども、こういうことなんだろうなっていうふうに私が類推できたことがあるんですよ。その一つはね、海外に行けば日本での悩みはなくなるってことなんですけども、トータルで考えてですよ、日本がやっぱりね、世界の中で優れた国だっていうのは変わんないですね。よくね、最低賃金の話をします。確かに日本での最低賃金は安いんですよ。で、アメリカだとか東南アジアに比べて結構ね、時給は安い方だと思います。まあ東南アジアっていうのはちょっと言い過ぎですけども、ヨーロッパ各国 G7 とかと比較してね、やっぱりヨーロッパ各国、アメリカの、そしてオーストラリアの日当時給を表せると、大体日本の日当時給って半分ぐらいなんですよ。これはそこだけ見ると悲しいことなんですよね。ただしですよ、ただし、じゃあ日本から海外に住むようになりました、文化の違いとか、それから人種の違いとかね、歴史の違いとか宗教の違いってものに、やっぱ私たちはあまりにも無防備なんで、結構危険な生き方になると思うんですよ。それから電気とか水道とかガスとかインターネットのインフラ、これも日本で安定しているものがそのまま海外でも展開されてると思ったら大間違いでね。やっぱりね、労働者に優しいというか緩いんですよ、日本以外の国ってのは。まあ、例えばね、配送の途中にドライバーさんがね、ちょっとファミレスで飯食べてました、その間配送遅れますよね。これ別に問題視されないんですよ。そればかりか、そのまま映画を見て、そろそろ仕事すっかみたいな感じで残りの作業に入ってね、で、まだ荷物は残ってるのに、今日もだりに明日にしようかみたいな感じで、配送なんてね、全然1週間とかかかるんですよ。だから私たちがポチって明日には届く、明後日に届くみたいな感覚でいくと、本当にいろんなね、間違いを起こすし、そこにおかしなフラストレーションが溜まったりします。それからカスタマーサポートに電話かけますよね。返事もなかなか来ないし、そもそもね、ガム食いながらくちゃくちゃ答える人なんて山ほどいますからね。でもそういうのをお互いに許してるんですよ。要するに、お客さんも働く人の権利を許すし、働く人ってのはお客さんに対して、まあそこそこ丁寧にはするんだけども、自分の権利とか考えも主張するんですよね。だからね、お客様最優先とか、お客様とかの評判をビビるのは日本ぐらいなんですよね。まあそういうことにだいぶ気づけたかなってところがあります。それから東南アジア各国っていうのは、私たちが住むに適さないのは、やっぱ食事の文化とかね、寝て起きるっていうこのライフスタイルでしょうね。もう本当に日本みたいに、まあ朝起きて夜寝るみたいなことがね、普通にできるかできないかっていうと、なかなかできないですよ。それこそね、日本ではあんまりもう今ないと思いますけども、虫の害っていうのが東南アジアで結構あります。虫とかね、蛇がその辺に張ってたりとかね、サソリが出てきたりとかね、なんかね、害がなくても気持ち悪いでしょ。で、お水飲もうかなと思うと、お水の中にね、虫が落ちていたなんて、日常茶飯事ですから。だからそういうのをずっと毎日のようにストレスに感じることがないんだったら、それこそ金銭的な税制の面とかね、それからいろんな規制とか考えたら、日本はキツキツなんだけども、でもその分だけ守られてるところも、やっぱりね、あるんですよね。だから海外に住むと、自由なんだけども、楽なんだけど、税金安いけども、無防備なんですよ、その分だけ。だからうまい感じで、税金の取られ方と、それに関しての国からの保護っていうのがバランスしてるんじゃないかなと思います。税金は安いけども、むちゃくちゃ国の保障が手厚いっていうのは、まあ、ドバイぐらいじゃないですか。まあ、ドバイもあんまりね、手厚くはないですけどもね、結構ね。そういうことがだんだん分かってきたかなっていうところで、海外に住むことができる私、そして海外に行って、その地盤を作ってる私でも、やっぱ日本だなっていうふうになってくるかなってことですよね。あと二つ目の気づきなんですけどもね、結構ね、マイナンバーカードって今ご利用ししてるじゃないですか。あれって結構怖いんですよね。まあ、つまりマイナンバーカードっていうのは、日本国籍を持っていて、日本の国内に住んでいれば誰もが取得しないといけないっていうふうな紐付けにはなるんですけども、逆に言うとそれがもう機能停止されるとね、例えばオンラインで政府のね、圧力によって使用停止になったら、もうそこで干上がるわけですよ。で、結構なんか首に縄をつけられた状態なのがマイナンバーカードで、まあ国が悪用なんかしないだろうと思うけども、でもね、悪用って結構今までもされてますからね、前科があまりにもあるんで怖いわけですよ。だから山本太郎さんぐらいが、その政権を取るまでいかなくてもね、一定の影響力を政治に対して持ってくれないと、睨みを利かしてくれないと、怖くて危なっかしくって、これからね、この国どうなるんだろうと思いますし、それからこの国にもある一定の
国力、国民の力っていうのが必要なんで、海外に国民を出さないような施策っていうのがマイナンバーカードを通じてね、ものすごくね進んでるんですよ。で、簡単に言うとね、資産の凍結とかもあります。この前だってガーシー議員っていうのがいましたけども、パスポートを止めるっていうことまでやるわけですよ。パスポートはやっぱり私たち日本国民であろうと、もどの国に行ってもね持ってないといけないんですよね。それを外務省がパスポートを停止すると、パスポートの不携帯で日本全国じゃなくて世界中にどこにいてもね、やっぱそれは強制送還の対象になるわけですよ。そうなると逃れるところってもうないわけですよね。じゃあ国籍を変えてその国に帰化してしまえばって言っても、これもまた難しいですからね、はっきり言ってね。与沢翼さんが2017年にシンガポールに移住しましたけども、それが最後のシンガポールへの住民票を移すチャンスだったって言ってましたね。だ今シンガポールに自分の国籍を移そうと思ってもむちゃくちゃハードルが高いらしいですね。それから受け入れる国の体制もあります。国によっては預金残高がこのぐらいもないと永住権認めませんよってことになって、一時ビザしか取れないんですよね。で、私が行ったところインドネシアで就労ビザで1年なんですよ。だからインドネシアに会社を作っても1年ごとに更新するために日本に帰らないといけないとかっていう手間があるなとかね、さまざま感じたところ、日本に生まれたがゆえに日本で住むしかないみたいな現実があるということじゃないかなと。まあ、一部ね、芸能人の方とか有名人の方が海外に移住とかしてますけども、それも結構めんどくさくって、ブローカーがいてですね、案内してくれる人がいて、でうまいこと国籍を移す専門家ってのがいるわけですよ。そういうのにお願いしないとなかなか難しかったりね。海外から日本に住むのは簡単なんですけども、日本人が海外に住むのは結構年々難しくなってくるんですよ、うん、で私もね、そういうのがあったんで焦ったんですけども、まあでもニュートラルにそれができる立場になっても、まあ私はね、私はやっぱ日本がいいなと思ってますね、いろんな意味でね。だからこの日本の中で気に入らないルールを変えていった方が、うん、日本を飛び出してどっかの特定の海外の国に住むよりも実は簡単だなとは今思ってますね。まあ様々ですけどね、まあこういうふうに自分で鵜呑みの情報ではなくてね、自分で現地に行って自分の手で調べたことっていうのは、実際に自然に私の中に飛び込んでくる情報とだいぶ違いがあるなっていう、積極的に情報をつかむことと、なんとなく情報をつかむことと全然違うものが多いなってことはね、山本太郎さんの演説で気づきましたね。まあ消費税の使われ方だって、あれ社会保障の財源になってないわけでしょ。借金返済となんかわけのわからないものが使われていて、消費税っていうのは言ってみれば徴収しても消えてるわけなんですよ。でオリンピックの関連予算も11兆円が使途不明のまま未だに放置されてますしね。ああいうのも山本太郎さんが暴いてくれないとわからないことだったかなと思います。まあ一部ね、山本太郎さんがそこまで実直なんで、なんかこうおかしな人扱いする人いますけども、じゃあ自民党がまともなんですかって言ったらね、自民党もおかしな人の集まりですからね。河野大臣とかね、マイナンバーカードあれほどバッシング受けてミスが起きて、で国民の 72% 以上が反対してるのに、あ、一つの意見として聞いておきます、まあこの事業そのまま進めますとか言って、それをなんか突破力っていうかね、言って自画自賛してますからね、ふざけるなと言ってらっしゃい。